今仕事くっそ忙しいんですよ。くっそ忙しい時に、先輩はただいま USJ に旅行中らしいです。いつもありがとうございます。オソボンバー徳島のパンプキンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、いや行く行かない自由ですよ、全然いいんですけど、現場管理者に、なんて言うて休みもうたんかなってちょっと聞いたんですよ。そしたら普通に USJ に旅行行ってきますって言ったらしいですよ。アホやろ。管理者にめっちゃ怒られてたでってなんか同僚から聞いたんですけど。普通ね、なんか嘘も方便ではないですけど、ね、忙しい時にちょっと、嫁はんが病気で見とかないかんのですとか、子供見とかないかんのですとか、いろんな理由あったのに、もう正直な話らしいですよ。そこ隠せよと。ね、USJ、俺も行ってみたいですけど、行ったことないんですよ、僕。うん。まあまあ、そんなことがあったっていう話です。で、今回の動画ですね、アニバーサリーバトルに、ついて、まあ、お話していこうかなと思いますので、ぜひね、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。まあ、雑談といいますか、まあ、私の、願望ですわ。願望です。うん。まあ、運営さんに届いたらいいかなって、そんな感じ。うん。で、アニバーサリーバトルも皆さんね、クリア、してる方が多いかと思われます。1周年から8周年までね、あるんですけども。で、ミッションね、スキル玉、うん、くれますよね。流石も、くれます。はい。で、このアニバーサリーバトルね、新しいミッションを追加してほしいんですよ。うん。で、どんなミッションかと、申しますとですね、うん、このキャラたちの、ドッカン覚醒メダル獲得できるミッションを追加してほしいんですよ。これマジで運営さんに、届いてほしいな。ああ、マジで実装してほしい。で、このキャラたち何ですかって話なんですけども、そうですね。周年配布キャラでございます。うん。で、僕ね、2周年終わってこのドッカンバトルインストールしたんで、1周年と2周年のスーパーサイヤ人孫悟空とスーパーサイヤ人2孫悟空か持ってないんですけど、なんか図鑑で見たらスーパーサイヤ人孫悟空がその2周年の時にドッカン覚醒で、スーパーサイヤ人2孫悟空になるらしいんですけど、うん、私はそちら持ってないです。はい。なので3周年からね、持ってるんですけども、3周年悟空で4周年孫悟空で、どれだこれか。5周年、ゴッド SS 孫悟空。で、6周年、身勝手の極意。で、7周年、孫悟空&ベジータ。で、8周年、孫悟空。まあ、8周年、孫悟空はもう、記憶に新しいですね。まあ、これをね、リーダーにしてね、パンチマシン、挑んでみたっていう、動画を配信者さん、こぞって出しておりましたけども。うん、懐かしいですね。もう、かれこれ半年経つのか。早いですね。うん。これなんてもう1年前ですから。うん。孫悟空&ベジータ。この時に、この時にもう、カズンチャンネルさんと、もう知りようって。ねえ。もう今や陰口叩かれまくってますよ、私。そうそう。嘘やね。いつもお世話になってます。はい。で、この3周年悟空ね。もうこれなんてもう、使い道がないですよね。スーパーサイジスリースカテゴリーの、33パーリーダーで、まあ、パッシブがね、3カテゴリーの補正はしてくれるんだけども、自分自身のパッシブがないんで、もう使い道がない。もう潜在弾も降ってない。必殺技、レベルも、マックスになってないですね。この3周年の時にね、このバトルカードを使ってバトルロード挑んでみたって、ホタルビさんが動画出してました。うん、元気にしてはるんだろうか。よく見てた、この時期、ドッカンバトル配信者の、ホタルビちゃんって言ってね、めちゃめちゃ面白い、チャンネルがあったんですけど、この悟空のことね、何わろとんねん悟空って言ってました。いや、すごいよなと思って。ああいう語彙力をね、やっぱね、ああいう語彙力がいるんですよ、配信者さんは。私には到底真似できない。うん。で、これ4周年、ごめんなさい。4周年孫悟空はね、結構使ってましたね、4周年の時に。前のアカウントで1回使ったかな。うん。いや、苦い思いですと。純粋サイヤ人かと、これ、ごめんなさい。俺、これ、徳島のパンプキンのチャンネル、これ、2回目やけんね。
知ってる人は知っている。そう、純粋サイヤ人カテゴリーは味方全員のディフェンス 44% アップですね。ディフェンスサイヤ人の補正、ディフェンス補正はすごいありがたい。ただ、もう 44% 上がったところでどうやねんっていうところはあります。ちょっと使わないですね。で、5周年ですね。このゴッド SS 孫悟空のこの5周年の時に、あのデイシージャパンと知り合ったような記憶がある。秀城さんか、秀城さんとココイラで知り合ったっけな、覚えてないよな。どこで秀なんかひょかってなんかね、秀城さんがね、なんか年末年始のカウントダウン生配信をしてた時に僕がひょかって入ったのかな。そこで知り合ったような記憶があるな。5周年手前か5周年ぐらいに知り合った。5周年よ、5周年たまやったけど、もう忘れたな。うん、いつもお世話になってます。はい。で、6周年の身勝手の極意ですね。もう6周年、そうだな、6周年は俺何してた？今もう配信されてませんけど、みっちゃん。みっちゃんともう、みっちゃんとのライバルですわ。いつも周りが抜かれましたけどね。みっちゃんにはね、ちゃんとも競争で動画投稿してましたから。だからみっちゃんも当時も俺と一緒のスタイルで動画配信してました。当時ね、車で撮影しては、どっかフリー Wi-Fi のあるところで投稿していくっていう、感じでしたね。今だから不便なんですよ。コンビニのフリー Wi-Fi が全撤去されてから、この60年の時はこのセブンイレブンのフリー Wi-Fi 使って投稿してたんですけども、もう今やもう 4G で投稿してるから、おっそおっそいんですよ。何の話してんだって話ですね。ごめんなさいね。で、まあ7周年の。これカズンチャンネルと知り合うた、知り合うた年ですわ。周年ですわ。ねえ。はい。さっき言ったの。で、8周年。ということで、ここいらのね、ドッカン覚醒を実装、してほしいのと、あとそのこの覚醒、メダル、この獲得するには、このアニバーサリーバトルのミッション追加をしていただけますとね、より一層このドッカンバトルまた一つ楽しめるのではなかろうかと思ってるんでございます。どうですか皆さん、どうですか。なんかいい案があったらね、なんかこんなん来たらいいなってあったらですね、ぜひこの動画のコメント欄にどしどしコメント欲しいんですけども、ただアニバーサリーバトルしてます皆さん今。まあそうですね、新しいキャラが新しいキャラが実装をしてガシャで当てて、まあちょっとアニバーサリーバトルで使ってみようかなっていう人が多いのかな。なので、どん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 このアニバーサリーバトルの、ミッションも追加して、この周年キャラも、配布キャラ系のね、もうぜひね、活かしていくように、運営さん、マジで、していかんともったいないよ、せっかくあるのに。まあそんな感じで、今日はちょっとまあ、あれだわ、私の願望の雑談、動画っていう、感じでちょっと皆さんにお届けしたんですけども、で最後にさ、最後にね、これ、俺サタン像めっちゃ持ってるやん。これ使えるようにしない？これ使えるようにしようぜ。これめっちゃ使いたいんやけど、これ。ね、2018年4月1日の、エイプリルフール特別配布キャラ、配布キャラというか、記念バトルカードみたいな感じ。これマジで使えるようにね、運営さんマジでお願いします。はい。というところで、最後までご視聴。ちょっとサタンズおるわ。最後までご視聴、ありがとうございました。また次回の動画で、お会いいたしましょう。バイバイ。